学校です、これは当初はね昭和12年に建てられた建物ですけども近年、4階建てに建て替えておりますが、もともとは、海軍兵学校西館と呼ばれて、兵学校の人数がその当時からだんだん1学年の生徒が増えてきました。で、こっちだけではもう足らないということで、昭和12年これが完成したわけですね。で、現在は第一十科学校の学生館になっております。で、海軍兵学校は、78期、77期、76期、75期、まあ極端に言えば75期から77期まで、75期、3300、76期、3400、77期、3500、78期、4030というふうな形で、普通通常は1学年120人から220人のところが1学年だけで、もう3000人を超えとるわけですね。それじゃ到底これでは賄いきれないという予測のもとにこれを建て替えたわけですね。現在は4階建てになって、第一十科学校、先ほど第一十科学校の仕事をご説明しましたが、現在はそのようになっています。で、第一十科学校があるのは第二十科学校、第二十科学校は横須賀にあります。横須賀で、第一十科学校が船の甲板から上ならば、20校は甲板から中の作業、エンジンであるとかボイラーであるとか電気配線であるとかビルジであるとか、そういった関係の、勉強するところが、船の内蔵部を勉強するところが第二十科学校になります。第三十科学校、千葉の下草、ここは海上自衛隊も飛行機を持っております。飛行機のエンジン関係の勉強をするところが第三十科学校になります。じゃあパイロットはどこで養成するのかというと、パイロットは基地、飛行機を持っている基地でパイロットの養成をしていきます。この私ですは徳島の P3C、岩国のヘリコプターまたは救難艇のパイロットの養成訓練はそういったところでやりますね、はい。で、第四十科学校舞鶴にあります。第四十科学校は補給経理ですね。経理はまあ普通の経理で分かると思います。補給っていうのは平たく、まあ、見やすく言えばこの私でしたら、調理師の教育訓練をするところが第四十科学校になります。ですからね、赤レンガの観光士学校の調理師、第一十科学校の調理師、同じカレーを作らせてもカレーの味違うんですよ。だから皆様が今日お帰りになられて、またご自宅へお帰りになられて、ご家族の方に、息子さんやお嬢様にカレーを食べさせますね。これ母ちゃんが作った海軍カレーで通るわけですね、はい。で、今日船に乗って来られた方、丘から回って来られた方、呉の港には潜水艦がおったり、護衛艦がたくさん使いがありましたね。あの船で全部カレーの味、料理の味、みんな味付け全部違うんですよ。調理師さんのお手手の加減で全部変わってきます、はい。でね、いろいろこういうふうなお話をしておりますとね、時々質問があるわけです、はい。どうぞ何でも聞いてくださいと言いますね。そしたらこの間もね、ある奥様方からちょっと教えてください、はい、どうぞ何でも聞いてください、ここはね、なんで松の木がまっすぐ伸びとんですか。わしは植木屋じゃないのに松の木言われてもしょうがないのと思ったんですが、まあそれでも答えしなきゃなりません、はい。そうですねで、わかりました。ここはね、特にグランドの周りです。朝整列してここで気合いかけられます。気をつけて気合いかけられるんで、松の木も自然とまっすぐ伸びとんじゃないですかというふうにお答えしましたが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございますって言いました、はい。そういうこともあるんですよ、はい。じゃあね、今さっきのカレーの話をしますとね、カレーは何曜日に食べますか。はい、金曜日の昼ですね。なんで金曜日の昼なんですか。はい、曜日感覚がわからなくなるから、金曜日の昼にカレーを食べれば、お金曜日じゃというのがわかると言われますね、はい。曜日感覚が今の海上自衛隊に必要ですか。はい、横須賀からハワイ行くのに、ロス行くのに、1週間も10日もかかりゃしませんよ、はい。ね、1ヶ月も2ヶ月もかかるんなら、曜日感覚というのもあるかも分かりません。今はそこまでかかりません、はい。曜日感覚が必要なのは潜水艦です。
はい、潜水艦は予備感覚よりは昼か夜かが知りたいぐらいですね。はい、今この呉から沖へ向かって、ずっと下関を通って、島へ下りますね。はい、沖縄の方面入ります。沖縄方面入りますとね、2ヶ月も3ヶ月も浮いてきません。そうなると昼か夜か分かりません。だからね、潜水艦の中はね、ライト、赤いライト、グリーンのライトがありますね。赤いライトが夜、グリーンのライトは昼というふうな形で、夜と昼のライトで見極めます。そういうところへ行くとね、何曜日かいのいうのがあるかも分かりません。昔はね、海上自衛隊はカレーを食べたのは土曜日の昼なんですよ。なんでか、土曜日半分だからです。ね、今も海上自衛隊金曜日の昼カレー食べますね。明日が休みだから、はい、そういうことなんですよ。はい、で、じゃあね、もう一つね、海上自衛官もなかなか知らないお話をしますとね、戦艦ミカサ、日本海海戦の戦艦ミカサ、戦艦ミカサには牛を2頭、生きた牛ですよ、生きた牛を2頭積んで戦争に出かけたんですよ。はい、昔はね、戦争で死ぬるよりはね、かっけいで死ぬる人の方が多かったですね。はい、この間のテレビ、ならぬものはならぬです、ね、天皇亡くなりましたね、これもかっけいでしたね。はい、かっけいで死ぬる人の方が多かったわけです。そのかっけいで死ぬる人が多かったのをいち早く海軍さんが見つけて、栄養バランスがあり米ばっかしで、飯を食よったんじゃいけんのじゃということが分かりまして、そういうな肉を持ってきたわけですね。で、海軍さんはそういう肉を食べたり栄養バランスをとって食事をすることによって確定性の人が極端に減りました。で、そういう話をね、陸軍さんに持っていきますとね、陸軍さんはせっかく百姓の小せがれがようやっと軍隊に入って米の飯が食べるようになったんで、米の飯をそのまま食べさせてやりたいと思います。いつ戦争で死ぬかわからんのに、戦争で死ぬよりか確定で死ぬ方がいいんじゃと思うとるわけですけども、そうでね、そうなったら、じゃあまああんた方のことだけ好きに死にさいやと、こうなるわけですね。で、結果的には陸軍さんも栄養バランスを考えて、調理をするようになりました。ですからね、海軍さんのカレー、肉じゃが、陸軍さんのビーフシチューと、こういう風になったわけですよ。こういう風な食べ物の流れもあるわけですね。はい、で、海軍カレーはね、皆様が作られても海軍カレー、海軍さんのカレーで通ると言いましたね。はい、ここはね、兵学校です。兵学校のカレーは売店に売っております。兵学校のカレー、皆さん兵学校のカレー作ったけんねというわけにはいきませんよ。はい、兵学校のカレーのね、味も知らずに得たじまいたいって言わん方がええですよ。はい、ぜひ売店で、お買い上げください。そうするとね、得たじま氏がほんの少し裕福になります。お願いします。はい、で、バッジはね、いただいたところで、また改めて名前を書いてお返しください。はい、一旦集まりますね。この建物はね、昭和16年に、開戦の年にできた建物ですね。で、あこのオレンジ色はその時のサイレントマイク灯ですね。あれは今は使われません。普段ね、こんなにあることなかなかないって、お疲れになられると思います。はい、じゃあ、1時間半という短い間ですけれども、いろいろご協力いただいて円満に、こうして帰ってくることができました。ありがとうございました。ありがとうございました。
まあ、いわゆるね、バッジはいただいたところへ、そのまま返してやってください。で、平日はね、ここの見学時間は10時半、1時、3時となっております。土日祭日はね、10時、11時、1時、3時というふうになっております。また今の見学時間ではおそらく時間足らなかったんじゃないかなというふうに思いますので、また機会がありましたらまたぜひ寄っていただきたいと思います。その時はやはり兵学校のカレーを忘れないようによろしくお願いします。今日は本当にどうもご協力ありがとうございました。看板の下に紙に貼ってますからね、船の時間、バスの時間、よく確認してください。ありがとうございます。